文明金でございます、台湾シリーズがなかなか進まないという感じですけど、今回は第3弾ということでですね、いよいよ台湾に行くんですけど、まあ、僕と白駒さんでそこに、まあ、あのなんだかよくわからないけどとにかく一回台湾に行こうという企画をしますみたいな感じで、まあ、こうホームページとかでねご案内してましたら、あの時確かまあ50人ぐらいだったかと思うんですけど、なんだかわからない企画になんだかわからないけど行く行くみたいな人たちが、まあ、50人ぐらいいてくれて、で、まあ、僕ら行く、でそこから、まあ、実は日本人で、向こうでこう作家活動とかもなさってるそんな方とかね、で台湾の方で、まあ、リー・ジョーさん、リー・ジョーウェイってさんって言ってね、まあいろいろこう たくさんの国のこう言葉も話せる、同時通訳なんかもできる、でそういう方がまあ案内役でこう来てくれたりとか、でそこからまあこうね台北の方からこういろいろと、台湾ってどんなとこだみたいなんでこういろんなところがあるんですよね。でまあその単なる観光地じゃなくて、その台湾っていうのはまあ、これ基礎知識としてですけど、もともと日本が統治してた国なんです。まあ明治28年から、でそれまで台湾ってまあざっくり言うとですけど、まあ、いわば南方ね、南の方にある島ですから、非常に暑くて、で亜熱帯気候の中こう農業なんかもその言ったら雨が降るときはブワー降るし、で降らないとなるともう地面が割れるほどの干ばつになって、作物を作るのが非常に困難なところで、だから農業が今一つできない、でそうすると暮らしはあんまり豊かにならないですよね。でそこに台湾国内にはいろんなこう部族がいて、で言葉もいろいろ、あの小さな島の中にいろんなこう言葉があったりとかで、こうなかなかこう一つにまとまってみんなでっていうよりも、それまでのね明治27年までそれこそヨーロッパのいろんな国のこう統治されてた時は、まあ半ば奴隷のごとく扱われててですね、本当に国がこうまとまらない、そしてもう国の中ももう争いが絶えない、でそこを見てこう中国からのいろんなこう歴史の中のねいろんな出来事があって、例えばアヘンとかっていう麻薬なんかでもうアヘン中毒者がたくさん増えるとか、それとか暑いから疫病が流行ってバタバタ人が死ぬとか、でそんな中農業もできない、だからもう国全体がもう本当荒れ果ててる、そんな時に日本が明治28年から台湾の国をその日本の統治下にして、で台湾の人たちはね、ああ日本人もまた野蛮なんだろうな、またこういろんな奴隷のごとくなんていうつもりね覚悟があったらしいんやけども、でもね日本人ってそんなね、わけのわからんことしないから、この国をちゃんとこう生きながらえる国にするために3つのことを一生懸命日本人がやったわけです。一つはその農業を発展させるために、まあ言ったら雨季に雨が降る雨の水をねダムを作ってこう貯水して貯めればね、雨の降らない時期にそのダムから農業用の灌漑用水をこうね流せば、雨の降らない時期に農業が盛んになるであろうっていう、まあ言ったらその農業用のこうダムを作る、まあ八田余一っていう人がね人生をかけて命をかけて東洋一の雨山東ダムっていうダムなんかを作るんです。でそこからブワー農業用水がこう台湾中部から南部にかけてずわーって灌漑用水が流れることによって、台湾すごいそこから農業王国に、サトウキビ世界一の国になるんです。でその後に町のインフラ整備を整えていく、でそこからもう一つは教育なんですよね。で子どもたちにね、自分たちの未来は自分たちで考えて作っていくことやらにいけんと、で日本から優秀な先生たちがたくさん、まあ、台湾に入って、で学校で日本語で日本教育をしていくわけなんですね。だけど子どもたちはねもうみんな貧しいから、例えば家の水を汲みに、例えば片道3時間も4時間も歩いて、でバケツ2つの水をねすくって帰ってくるみたいなね、もうそんな生活してる時に学校なんか行ってられるかって。だけど日本の先生方がねその子どもたちにいろんな生きるってどういうことかって、そして未来を開拓
していくっていうのはどういうことなんかとかね、でそういうことをたくさんこう教えるうちに、先生と子供の間の人間関係っていうものがものすごく色濃いものにこうなっていくんですね。でそういう教育、それからその農業のこと、そして町のインフラ整備みたいな、この3つのことを日本は莫大なお金を投じて、その台湾がちゃんと生きていけれる国にするために、要するにこう愛情を注いだわけですよね。なんでその日本時代に、まあ正確に言うと明治28年から昭和20年ね、いわゆる第二次大戦が終戦を迎えるまでが約50年間日本の統治下だったんだけど、だけど僕ね、そういう話もお伺いし、そしてそういうね、たくさんの先生たちの入られた、まあ、六四先生っていう人たちのお墓の、ね、ところに行ったり、その八田ダム、ね、ウサン島ダムなんかにも行ったりしてこう行くんです。でやがて台湾のこう南部のね、台南のところ、ね、南の方まで行ったところで、あの彦将軍廟という、そのまあ台湾では御廟って、ね、廟っていう言い方をする、まあ、日本でいう、まあ、神社のような存在なんですけど、ね、僕ら大した説明も伺わんまんまに、その最後に彦将軍廟っていうところに、まあ、バスに乗って案内してもらって、で御廟神社なんだそれぐらいの感じだったんです僕ら。だけど行ったらなんかね、あの日本の皆さんようこそみたいなこう横断幕かかってて、で何なんだろうっつったらね、ここの廟は彦っていうのはね、飛ぶ虎って書いて彦なんですけど、飛ぶ虎、まあ要するに飛ぶ虎っていうのは戦闘機のことを意味するらしいんですね。なんかでそれの彦将軍廟、将軍様のごとくその戦闘機を上手に操ったみたいな、そういう意味合いの神社なんだろうと思ったら、実はそれね、日本人が祀られてるお廟だったんですね。で僕ら降りて行きましてね、そしたらみんなわーってね、なんか台湾の人らが喜んでくれて、そしてそこから僕らね、もう驚きの連続だったんですけど、このお廟はね、日本人のそれこそ杉浦っていう、あの茨城県の水戸っていうところ出身の、まあ、いわば少年兵ですよ、二十歳ぐらいの若者の兵隊さんがね、戦時中にこう戦争ですからね、戦闘機とかバー飛んでバババババ撃ち合ってみたいな、そんな中一人のね、日本人がその戦闘機に乗ってる、でそれをアメリカ軍に撃ち落とされる、で燃え盛りながらこの戦闘機本当はこう墜落していったんです。だけど、ね、本来パイロットはその墜落しかかったらもうやばいとなったらもう パラシュート開いて脱出すれば助かるわけなんですよね。けどこの少年兵ね、絶対脱出せんかったって、火だるまになりながら、あの木造建築だらけのその台南の町に墜落してしまったらもうそれこそ火の海になるということを察知したパイロットの少年兵はね、台湾のみんなにそれじゃ申し訳なさすぎるって言うんでね、火だるまになりながらこう機首を何度も何度も燃え盛りながら機首を上げて、で街中からなるべく外れるように外れるように操縦していって、そして最後山の方まで行ってパラシュート開いて、そこで初めて脱出するんだけれど、で脱出したね、こう要するにもう裸同然のところを、まあ、アメリカ軍にバババ撃たれてそのまま亡くなっていくんですけども、でもそれを地上から見てた台南の、ね、町の台湾人たちがね、もうそれを涙流しながら、あの人は自分の命とこの町が、ね、火事になるっていうことを天秤にかけて我が命を捨てる方を選択したって、それが日本人だみたいな、だからあのまんまほっといたんじゃ申し訳なさすぎるっていうことでね、で遺体を探しに行って、そしたら戦闘機墜落してる、まあ、そのそばに遺体があって、でも見るも無残な姿ですけど、ブーツのところに杉浦って書いてある、その一つの小さな便りをあのきっかけに、まあ、茨城の水戸出身の二十歳の少年兵だったんだって、でもこのまんまじゃね、あまりにかわいそすぎるからっていうんで小さな祠を建てて、この人の霊をねちゃんと弔ってやらにゃ罰が当たるぞっていうことになってね、で本当に小さな祠から始まったんですけど、そこから戦後、まあ、70年近く、まあ、僕らが行った年
ね、もう数年前になるんで70年近く、だん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 台湾人のみんなのポケットマネーで、このちっちゃな祠がだん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 ポケットマネーで大きくなって、で僕らが行った彦将軍廟は本当に立派なお廟だったんですね。けど日本人を祀ってるっていうことが、それこそ中国の方にバレたりすると、これとんでもないことになるんで、もうひた隠しに日本人祀ってるっていうことを隠しながら70年、だけどひっそり夕方の5時に、で僕ら行ったのがちょうど夕方だったんで、私たち台湾の人間はね、いつも欠かさずやってることがあるんだって言って、実はねボタン一つ振って押したらね、その場でいきなり君が代流れてくるんですよ。で君が代が流れてきたと思ったら、台湾のみんなが並んでね、ものすごい人数の台湾人がそこでね君が代を歌うんですよね。で僕ら外国の台湾に来たつもりなのに、台湾人のみんながね君が代を歌ってる。そしてこれ朝の6時にもものすごいたくさんの数の人間が集まって、朝一番君が代を歌って、でそれから毎日仕事に行くと。でその時にね、僕たちは今日も日本人のように約束を守り、日本人のようにその仕事に誇りを持って、で日本人のようになんかこのね綺麗なお花を愛でる心、ね、そんなものを今日も日本人のようにっていう、そのね言葉、まあ人を褒める褒め言葉のもう最上級の言葉が、実は台湾にリップンチェンシンっていう言葉があるんですけど、リップンチェンシンっていうのは漢字に書くと日本精神って書くんですよ。でね、日本人のように立ち振る舞うっていう、君はだから日本人のように素晴らしい人間だっていうね、そういう言い方を今でもなさる、そんな話も聞いて、だって朝の6時にものすごく数集まって君が代ですよ。そして夕方のね仕事終わらした後の時間にまたみんな集まってきて、1日2回君が代を戦後70年1日も休まずに僕たちは歌い続けてきてるんだよっていうのをね、僕らその場で目の当たりに聞いて、そして日本のみんなが歌う、日本人が歌う君が代を彦将軍にどうしても聞かせてあげたいからっつって、僕ら突然言われて50人で君が代を歌うところから、実は台湾への物語がここからまたさらにこう色濃いところに入っていくというところで、そろそろちょっと長くなってきたんでですね、一遍休憩を入れてですね、続きはまあ第4弾ということでお伝えできたらなというふうに思ってますんで、また見捨てずにちょっと、次回の放送を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいなと思います。チャンネル登録をぜひとも、学校の先生方聞いといてください。あの修学旅行に行った時にこの裏話をぜひ子供たちに聞かせて、こう日本人に生まれたことに誇りを感じるようなことを伝えてやってほしいなと思うんで、ぜひチャンネル登録を踏めよろしくお願いしたいと思います